リッチフィールド石油、ないし、リッチフィールドオイルコーポレーションは、かつて1905年から1966年まで存在していたカリフォルニア州を拠点とするアメリカ合衆国の石油会社。1966年にアトランティック石油と合併し、アトランティックリッチフィールド社となったアリゾナ州フェニックスにあったリッチフィールドの給油所。 1939年7月撮影。リッチフィールド石油は1905年に設立され、1917年には最初の給油所をロサンゼルスに開設した。急成長を遂げたリッチフィールド石油だったが、世界恐慌の煽りを受け、1931年には関西人の管理下に置かれた。この時、シティーズサービス社が、 リッチフィールドの4株を自社株1株と交換すると市場で呼びかけ、リッチフィールドの株式の過半数を取得した。1932年には、コンソリデーティッド石油がリッチフィールド石油の買収を持ちかけた。この交渉はうまくいかなかったが、コンソリデーティッド石油の社長ハリー・シンクレアは、その後もリッチフィールドの買収に意欲を見せ続け、スタンダード・オイル・オブ・カリフォルニアによる、 買収の試みからリッチフィールドを守り続けた。1935年、コンソリデーティッド石油はリッチフィールドの合衆国東部の事業を買収した。この動きによってスタンダードオイル・オブ・カリフォルニアはリッチフィールドへの関心を失った。コンソリデーティッド石油に移行された合衆国東部の給油所はその後ブランドをシンクレアに変更した。リッチフィールド石油は 1936年に、コンソリデーティッド石油産加のリオグランデとシティーズサービスの合意に基づいて、リッチフィールドとリオグランデが合併することとなり、ようやく完済人管理を脱出した。1942年2月23日、カリフォルニア州サンタバーバラ聖港のエルウッド油田が日本軍に攻撃された際には、リッチフィールドのタンク2機が砲撃された。 大日本帝国海軍の囲、e、碁第17潜水艦によるこの砲撃は米英戦争以降では初めてのアメリカ合衆国本土への攻撃であった。リッチフィールド石油は1955年から1970年にかけてディズニーランドのオートピアのスポンサーであった。1966年アトランティック西油と合併しアトランティックリッチフィールド社となった。その後、 ARCO は2000年に BP に買収されたかつてロサンゼルスにはリッチフィールドタワーという建物があった。12階建てで黄金色のアールデコ城のこの建物は1929年に竣工した。その後長くリッチフィールドの本社として使用されたが1968年に解体された。1938年には カリフォルニア州カーソンの製油所が創業を始めた。リッチフィールド石油はアラスカ州で商業的規模の油田を最初に発見した会社である。この油田は1957年にケナイ半島で発見された。リッチフィールドのケナイ半島における成功はプルード1における工業権リースが進むこととなり、こちらも後に ARCO に有利に働いた。 アトランティック製油会社は、より多くの油田や生産量の確保の必要に迫られ、まず1962年に、ホンド石油ガス会社を合併した。その後、ホンドの社長だったロバート・オービル・アンダーソンを、社長としたアトランティック製油会社は、さらに規模拡大が必要だと考えていた。アトランティック製油の会長となっていたアンダーソンは、リッチフィールド会長のチャールズ・エス・ジョーンズと釣りに出かけ、 合併の話をまとめた。アトランティック・リッチフィールド社への統合は1966年に完了した。リッチフィールドは、わしのリアルな絵や図案化された姿をシンボルとして用いていた。こうした絵柄は青と黄色で描かれていたが、この2色は、社を象徴する色として使われていた。ありがとうございます。